ょっと当たりすぎましたね。あ、そうですか、はい、今度は右に出て岸本、ここは1対1、面白い、高田動画って中に入ってくるよ、これ決まった、2点目決めたのは渡井、 J 初ゴールです。ここで相手に向かっていったことによって袴田選手の対応遅れましたよね、はい、まあ、ここも難しいシュートでしたけどね、よく渡井選手決めましたね、このシザースからの、あー、よく決めた、まあ、そこまで深い位置取られると守備は後手になりますからね、まあ、岸本選手の半分ゴールぐらいな仕事でしたね、本当にそうですね、はい、